今日はボクスターのオープン走行で一番いい画角を探していきたいと思います。いろいろくっつけるところはあるんでね、その辺どの画角が一番いいかっていうのを今日検証していきます。夏の自由研究ですね。使うのはこのマウントです。後でちょっと詳しく紹介するんですけど、 Amazon で買いました。はい、使うマウントはこちらになってて、1個目がこれ、これがあの挟むところね。こうやって挟んでこう回してハサミに行けると。で今回これにこの先っぽにあのオズモポケットつけたんですけど、こっちのスマホで使えるやつをこうやってくっつけることもできて、こうやって、まあ、ちょっとめんどくさいけどね、こうやってやると例えば僕のスマホをここに挟んで、パシッ、これでほら外カメで撮影することもできる。でこれ角度いろいろ変えれるから、例えばこんな感じでこう微調整しながら撮影できる優れものなんですよ。この2個のセットはの Amazon のリンク貼っとくんで、もしオープンカーだけじゃなくてもヘッドレストにつけれる車だったら Vlog みたいなドライブしながらの撮影撮れるんで、ちょっと買ってみて試してみてください。どちらもそんな高くないんでね、またチェックしてみてください。はい、以上です。1回目はこんな感じに取り付けました。これ今移動中にオズポケ壊れちゃって、ほらくそ、画面がおかしくなっちゃった。この普通はこうなるんだけど、ほらおかしくなっちゃった。くそ、これ高いのに悲しいな。まあこんな感じで取り付けました。この画角で走ってみます。画角どうだったでしょうか。次ちょっとまたこの止めるところを変更して次検証していきます。いや次はここ、この何だっけ、何て言うんだっけ、ここロールのところだね。ロールのところにつけてこの高い感じで撮ってみます。虫が多いからすぐ行きます。
続いてはこんな感じで三倍山のところに止めてます。ゴリラテープ、両面テープで超強い。最後はこれ、マジの車載カメラっていう感じの画角でこの中から撮っていこうかなと思います。いけるかな。アウチ。もうちょいちゃんと固定します。